綺麗。明日からこれお弁当入れんの？そう。アイズメタル、これ手塗りをやったんやけど、うんうん、質問で、うん、あのクリア塗ったらどうなりますかとか、うんうん、あの水に弱いとか、うん、コメントでこれ水弱いよねとか、うん、いろいろ書いとったんやんか、うん、まあ水に濡らしても別にどないもなかったんやんか、うん、で今回これ、まあそこら中で売ってる救急工房のクリア、うん、クリア、うん、メッキをしてからちゃんと乾かして、うん、でクリアしたのかなと。はい、クリアしたらまあどうなるのか、うんうん、ちょっとやってみようと思います。はい、はい、これ、うん、あの Z1 のタンク、うん、これ、うん、見たわかる、うん、ほら見て、これ何バイク弁当あの行った時にバイクの弁当入っとった、うん、あのこれ埼玉やったっけ。埼玉やな、埼玉と秩父秩父で、うん、あのこれちょんちょんちょんってつけてこう、うん、なこうやんだけで、うん、まあ、メッキになりましたと。うん、これはまあ前回と同様やな、うん、同様やな。でそうこれクリア塗ったどないなのか僕もちょっと気になる。確かに気になるな。なあ、ほんで普通のクリアやったらどないなのか、うん、あの専用のクリアあるらしくて、うん、専用のクリア塗ったら、うん、まあほらなあええんやろうけど、うん、まあちょっとあの試しで買える値段じゃないやん。みんなを僕がちょっとこう挑戦して、僕だけが損こいたろかなと思って。損こいたろか、そうちょっと損こいたろ、そう僕だけが損やったらみんな幸せじゃんえな、うん、でもみんな知りたいよな。そうよ、僕も知りたいし、だってなせっかく塗ってさ維持したいからさ。そう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 、塗りたいな。ほんで救急工房やったらどこでも手に入るし、うんうんうん、なあどうなんのかなってこう、うん、もうメッキなってきょんなバリ可愛いやん。お弁当箱メッキのお弁当箱いかつなあ、うん、綺麗しよう。これちゃんと乾かせたあの何だ、うん、ドライヤーせなあかんな。うん、これお昼ご飯食べようとめっちゃかっこええな子供、うん、ちょっとやばい子供やな英才教育すぎるやん。うん、ちょっとな、まあ、ちょっとこう形が悪くて綺麗に塗れないというか、なんかタンクに塗った時より早ない、薄いんちゃうかな。あ、僕の塗り重ねペースが結構薄く塗ってる感じ。お、ローハンの匂いがしてきましたよ。まあこんな感じでちょっとな塗っていって、まあみんなが気になってるところ、うん、ちょっと僕が確かめてやろうと思って。やっぱ気になるよな、なる、そういうメッキとかって、うん、なあ、アラを探したいよ。え？いや、まあどうなんだろうな。なあ、やっぱこうほら専用のクリアでなかったらあかんかったとか、うんうん、まあ、それもそれでええやん別に、うんうん、なあこんなタンクどないなっても今見た？見たよ。ちょんちょんでこう重力無視したで、ね。でもそういうのな、うん、真剣になったらあるあるよな。わかる？ちょっと静かにしといてくれる？むかつく。今僕真剣やからさ、綺麗にちゃんと塗っとかんとあれやな、うん、クリアで粉になったとか言えらんよな、うん、クリアのせいにできないよ、うん、わー、光るお弁当箱、光るお弁当、なんか歌舞伎みたいになってきた。なんかジャイアンかな、ジャイアンとかより歌舞伎やもん。イカルお弁って誰これほんまにバイクにしたら目立つな。なあ、うん、結構目立つよな。なあ、ピカピカきたでってなるよ。視聴者は求めてくれるはず。化粧しょるみたいな。でもこの度は垂れてませんね。
はい、とりあえず一回乾かそうか、うん、あー綺麗。よし、まあこれもちろんな、あの脱脂とか、うん、そんなんはしたから、うんうん、あのめっちゃ綺麗ねんけど、手順はまあめっちゃ綺麗、変わらず。お弁当箱開いてったで、開いてたら、うん、あったかい風つけたらびっくりしたよ、ね、そうってなったやん、お弁当箱びっくり。はい、こんな感じ、はい、ここちょっとあれやな、もうちょっとした方がいい。こんな見て、小物までこれめっきりなってきよんもんな。うわ、すごいな。どういう液体なんやろ、顔映ってきよんな。かっこいい？いや、うん、お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 おすごい。まあ、とりあえずこんなんで、はい、完全効果、2日間ぐらい、うんうん、これで置いといて、うん、で、そっから、うん、クリアしようと思います。はい、ちょっと完全効果まで待ちましょう。はい、はい、はい、メッキタンツどう？めっちゃ可愛い。まあ、撮影者変わっとるけどで、これで普通の、まあちょっとこれこすったあれ出とっけど、まあまあとりあえず試しやからな、うん、これでちょっとクリアを拭いていこうか。はい、明日からこれお弁当入れんの？そう。足りる？ちょっと足りへんな。なあ、骨クリア普通いないよ。にじんじゃない？うん、ええんちゃう？ええ感じじゃね？オッケー。ピカピカ、はい、うん、でもまあまあすごいな、うん、白なれへんな、うん、さあこれで、ほっといて乾いてからちょっと強度を試そうと思う、思います。はい、はい、クリア、いきました。はい、いけました、いけました、どない、どんな感じだろううん、まあ結構映るぐらいのメッキなんだけど、うん、やっぱこうこれ何もしてない、クリアしてないやつな、うんうんうん、クリアしてないやつと比べたらやっぱこうちょっと曇っとも分かっかな、これ若干曇っとる。あ、そうやな、うん、やけど、まあ、こうやってこすってもまあ取れへんわな、うん、もちろん取れへんわな、うん、こっちやったらこすったらほらつく、もや、だけどこっちやったらそうやな、こすっても、うんうんうん、はい、うん、ちょっとこんな感じで、うん、まあメッキこれな、うん、まあこんぐらいのメッキでええんやったら、うん、いけんな。でも、うん、まあ輝きすぎとるかって言ったら、うん、まあ僕とエンジンと比べる、うん、エンジンとバフーブイエスメッキしてる、うん、買ったなこれ、うわーてか僕のやばいな、買ったなこれ、バリきれいんやけど、圧倒的な価値やな、うん、だいぶな、カメラでも伝わるわ。だから僕はローハンに勝ったってことになる、うん、えバフは世界に勝ったってこと、うん、そうやな。はい、ということで今回ちょっとクリアを塗って、うん、ほんで結構これほらやっても、うん、パーツクリーナーやってみる、うん、いくよ。はい、どない取れません。おお、まあな、あ普通クリアでも結構持つな、うん、耐久性はだよね、うん、うん、普通クリアでも、うん、あやっとんなこれ、やっとんなこれ、おはようしてきたひょっこりはんでこれ、うん、耐久性、今何の話しとったの？え？ありがとうございました。